ナミさん、お疲れ様です。今日は大晦日でございます。大晦日。12月31日ですね、えー。他の視聴者さんにもメッセージを送りたいところなんですけども、今回は特にナミ、まあ、さんだけに、えー、メッセージを、ね、送らさせていただこうかと思います。もう言うことはね、もうお別れだと思います。本当に今年も1年ありがとうございました、まあ。来年からもよろしくお願いします。ただ、この言葉、多くの人がこの言葉を使いますけども、 それぞれぞにメッセージととしてるるもももののの受けけ取は私たちだけのもんじゃなないいかなと思います、まあ、特にねこのネットビジネスという大きなくくりのどこで境目があるかわからない業界にいていまだにこうやってね毎日のようにやりとりをさせてもらって毎日のように情報発信をさせていただいてるなんかね多くの方が現れては消えましたそして多くの方が 相談してくださいます。このまま続いていけるんでしょうかと。さすがに、もう、暮らしが成り立たないんで、やめていこうかと思います。そうなんですよ。うん。暮らしが成り立たないからネットビジネスを始めたはずなのに、暮らしが成り立たないからネットビジネスをやめていく。一体どこに向かうのかなと。本業が嫌で嫌でしょうがない。ね。本業とい言い方ももう陳腐化されましたけども、今働いてる仕事がもう先が見えないし、もう労働環境も悪いし、年齢のことも考えたら、 ネットビジネスに未来を見いだすか、まあ、そこに勝負をかけるかしかないと。それはセンスがいい選択だと思います。まさに、事態を進めるためのネットビジネス。ね。こういった情報発信をもとにして、売り上げを作っていく。素晴らしいことだと思います。もしかしたら今、お勤めの仕事に活かせるかもしれない。例えば、ナミさんは生体されてますけども、生態をもっともっと情報発信すると、生態のね、 評価ががと上っってお客さんいっぱいぱ来るみたいな流れれれもも作れるかもしれませんただまあ、ナミさんお一人でされてるんで、いくらでもお客さん来たらね、バンバン在かと言うとそういうもんでもないんですよね。<laughs> ある種、そっか塾みたいなもんで、今までずっと自分についてきてくれた方を大切にするというところに意識を向けたときに、新規の募集をバン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 していいもんではないっていう風なね、まあ、商売としては、あものすごくね、ありがたい形にはなりますよね。 いや私も今回ね、FX オリガルヒをやっていて、同じように感じるところがまたあったわけなんですけども、少人数だからこそ、そのアイデンティティが保てるものってありますよね。で、私たちは多分そうなんですよね。これ、吉谷さんともよく話すんですけども、私たちはチェーン店じゃないんですよ。イオンじゃないんですよ。日本全国津々浦々の、もうね、うん、まあ、郊外の本当に目立ついい立地のところに、バーンとあって、誰でも知ってるような、いくらでもいらっしゃいみたいなところじゃないんですよね。 それこそその裏通りのねしかも2本裏通りもう通行人もまばら、まあ、そういったところでそこのお店に私たちのお店にめがけてやってきてくれる知,を知る人ぞ知る隠れ家的なみたいなんじゃないですけどねまね、あ、そんな形で私たちそれぞれ奈美さんのねヒ姫大学にしても私の即賀塾にしてもドリームアカデミーのね吉谷さんのにしても。 そこにあるわけですよね。うんまあ、なんかこういうふうに日本に10年という単位で測れるようなこういったね小さなお店でも小さくても大きな実績や影響力を作れたお店が10年間やってくれたっていうのは本当に奇跡のようですね。10年前にどこまでできるだろうかでもできるところまでやってみたいと思って始めたお互いそんな気持ちだったと思いますけども。 まだまだ行きそうですね。はい。まだまだ行きそうなんで、2023年が来ても、いや、まだ始めたばかりだよ、みたいな感覚ですよね。まだまだね、頑張って走っていきたい。そして、来年も再来年も3年後も5年後も10年後もこうやって年末年始のご挨拶をできることを私はね、非常に楽しみにしております。本当にありがとうございました。それでは、お疲れ様です。今年もありがとうございました。うん。12月31日深夜2時。あと、今年も21 2時間ということになります最後までよろしくお願いしますではいってらっしゃい